アレハンドロ・アリバス・ガリードは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。レアル・オビエド所属。ポジションは DF。マドリード出身。2008年に地元ラージョ・バジェカーノの B チームに移籍すると、2年後にトップチームに昇格。昇格後すぐに、レギュラーの座に定着し、2010から11シーズンには、プリメーラ・ディビシオン昇格に貢献。地震発の一部の物体では、 クラブの一部残留に貢献した。2012年6月28日、CA オサスナに移籍。ラージョ・バジカーノに続き、ここでも、レギュラーとして活躍。2シーズンで一部リーグ70試合に出場した。2014年7月27日、セビージャ FC に2年契約で移籍した。1年前からセビージャは獲得オファーを掲示していたが、オサスナが拒否していた。しかし、 セビージャでは、ニコラス・パレハとダニエル・カリーソから、レギュラーの座を奪えず、1年でクラブを退団した。2015年6月24日、デポルティーボ・ボラ・コルーニャに移籍した。2019年6月30日、セグンダ・ディビシオンの、レアル・オビエドと3年契約を交わした。ありがとうございます。